乃木坂46、3期生の久保詩織がパーソナリティを務める、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時。17日の放送にて、番組内のレギュラーコーナー、目指せ漫画家。野球少女、わしお、が漫画化されることが発表された。久保詩織、乃木坂46 ANN 人気コーナーが漫画化。野球好きで、出身地の球団である東北楽天ゴールデンイーグルスを応援している久保。そんな久保がオールナイトニッポンのパーソナリティに就任して以降、東北楽天ゴールデンイーグルスのことを熱弁する、わしお、ちゃんが番組内でたびたび登場してきた。久保によく似た、架空の野球好きの女の子、だが、そのキャラクターの設定を考えるコーナー、目指せ漫画家。野球少女、わしお、が立ち上がってからは、リスナーからのメールによって、わしおしほ、わしおしほ、という名前をはじめ、家族構成や口癖などの設定が決まってきた。バル、コーナーのタイトルにある通り、将来的には漫画家など、メディアミックスを目指しているコーナーであったが、この度、ヤングガンガンにて漫画家が決定した。漫画のタイトルは、野球少女わしおアットコミックわしおさんは楽天的でいたい。作画は松田優、脚本はのぞみこうたが担当し、ヤングガンガンの紙面で連載される。さらに今回、わしおしほのカラーキャラクター画像も公開された。詳しい掲載日や追加情報などは今後番組内などで発表予定としている。